皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。今回は福島県と山形県の県境近くにある集落、川入集落へ行ってみたいと思います。うわ、ここはだいぶ道がえぐられていますね。この一の戸川が氾濫して、ちょうどねカーブになっているんで、あそこの道のところに水量、水の力がねだいぶかかったようで、道が3分の1ぐらい削られています。うわ、ひどいな。これはだいぶ道がえぐられてますね。そしてここにあった側溝でしょうかね、もう川の中に落ちています。いや、これはひどい。ちょっと近くまで行くのは危ないですね。はい、皆さんこんにちは。今回は福島県喜多方市大和町の、ずっとね山奥の川入集落というところへ来ています。本来ですと、この集落の先、飯豊連峰を、越してね山形県まで行ける、はずなんですけども、その道が、工事中というかね、まあ、通行止めになっているということなので、福島県側はこの集落が最後の集落になります。ご覧のように周りは山に囲まれて、本当にこう山あいの集落ということになるんですけども、この集落は旅館というかね、民宿が多い集落ということなので、どのようなね集落になっているんでしょうか。まあ、一歩踏み入れると、本当にこの家々がね、もう何々荘と書かれた民宿になっています。まあ、飯豊連峰のね登山口ということもあるんでね、登山客の方、そして、釣り客の方が多いのかと思います。ただね、今は、まあ、通行止め、この先の道が通行止めっていうこともあると思うんですけども、民宿はやっていないようですね。集落の道にはね、水が流れています。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。この先の道は
通行止めなんですね。そうですよ。いや、ちょっと山形方の道が、そう、あの交通急で、私は通れなかった。あ、そうなんですね、結構前からの、あの水害で、今年の水害で、そうなるほど、ちょっと行ってみっかなと思って来てみたんですけど、ちょっとぐるっと回って、ね、写真撮ってみるかな、はい、はい、ちょっとお邪魔します。集落のね方がいらっしゃったんで、ちょっとお話を聞いたんですけども、この集落にはね、夏になると住人の方はね、普通に戻ってくるらしいんですけども、冬はねやっぱりこう雪が多かったり、あとはねお客さんもねそんなに冬はね来ないということなので、今ね今お話しした方しかいらっしゃらないということなんで、ちょっとねお邪魔しますということで、来ています。こちらには、集落のね神社があるようです。どっから行くんだろう。あ、祠がありました。ちょっと下からで申し訳ないんですけども、お参りしたいと思います。お邪魔します。家、現在ね、家もね、まあ、数軒しかないようで、ここまで来るともうね、お家がありませんね。この先、キャンプ場があるということなんですけども、そこまでは行けるということなんですけど、こちらのね、山形県へ通じている道は通行止めになっているそうです。やっぱり今年の8月の水害で川がね氾濫して、そして土砂崩れが起きてね、道が寸断されているそうで、やっぱりこうかなりこう甚大な被害があった水害なんですね。わ、この川、一ノ戸川、すごい清流という感じで、こうして見るとね、すごい綺麗です。やっぱりこの自然の中の川っていうのは、まあ、住んでる方はね大変だと思いますけども、こうして見るととてもこう自然の風景ということで、すごい癒されますね。やっぱりこの先にねキャンプ場があるということなんですけども、まあ、そこまではね歩いては行くのはね遠いと思うんで、まあ、この辺で返したいと思います。だんだん冬になるんでね、キャンプ場の方も、もう終わりなのかなと思いますけども、冬になると、住人の方はねみんな、町の方へね、移動するということなんで、この辺りはね除雪はされないというようなことを言ってたんでね、冬になったらもう完全に閉ざされた世界になりますね。正面に見えますけども、こう家っていうのは、人が住んでいると、まあ、それなりにね補修やら、そして空気の流れっていうのがあるんで、まあ、しっかりとね保たれていますけど、人が住まなくなった途端にこうやっぱりこう空気が淀むというかね、そして手入れもなされなくて、こうして、潰れていってしまうんですね。こちらにはね、民宿がありますね。うわ、スズメバチの。スズメバチの死骸がありました。この辺りは、一段高くなっているところで、ちょっとだけね、見晴らしがいいですね。
から一回りすると集落全体が見渡せます。こんな感じです。じゃあ、お邪魔しました。はい、あのです。この家は完全にもう潰してしまったんですね。廃材だけが残っています。このお宅は完全に潰れてしまっています。この辺りもかなりの豪雪地帯なので、人が住まなくなるとこの雪の重みに耐えられなくてこうして潰れてしまうんですね。はい、それでは川入集落お邪魔しました。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。